警察庁刑事部長から新しい警視総監に就任した吉田直政氏は、広島市出身で1983年に警察庁に入り、警察庁捜査一課長や警視庁刑事部長などを経て、福岡県警本部長時代には特定危険指定暴力団工藤会の壊滅作戦を指揮しました。一方、勇退する沖田芳樹氏は、活力ある強靭な警視庁の方針のもと、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた警備対策や振り込め詐欺の被害防止対策などを推し進めました。